宮城県気仙沼市にある離島、大島。およそ3000人が暮らすこの島の港や道路ではこの夏、太陽光パネルを使った簡易街灯が次々と設置されました。この活動は自然エネルギーで被災地を支援する NPO が取り組んでいるつながりぬくもりプロジェクトの一環として行われたものです。団体は大島に40基以上の簡易街灯を設置しました。島は去年の震災で多くの民家が損壊するなどの被害を受け、街灯の多くが流されてしまいました。団体が島で最初に街灯を設置したのは、救急艇が接岸する浮桟橋です。こちら、消防艇が救急車でここまで搬送されてきて、で、気仙沼の病院に搬送するのに、一旦ここで救急車から、患者さんを浮島に乗せて、そこから救急艇に乗せてのスタートする場所なんですけども、ご覧の通りこの明かりがないので、本当ここ真っ暗なんですよね。で、真っ暗な中で、しかもやっぱり体の調子が悪くて運ばれるのにこういうリスクがあると、それをやっぱり軽く、いくらかでも軽くできるようにということで、この明かり設置しました。安心して歩くのいいんじゃないですか、明るいから。私の人たちでやって歩くのやっぱり明るいわね。震災以降1年半になりますけども、まだ電気通ってないところあるわけですよね。あの311以降ついてないんですよね。その電気がついた瞬間、やっぱり皆さんほっとされた顔、すごくいい顔されますよね。たかだか明かりなんですけど、それを見てやってよかったなと思える瞬間ではありますよね。